なんちゃら研究会へようこそ。今日はリズムの取り方を考える、それをやってみたいと思います。皆さんリズムを取るっていうと、例えば足で取る、どんな風に取るでしょうかね。今まあ足が見えないので、これが足だとすれば、こうやって取ること多いですよね。ワン、ツー、スリー、フォーってこう取っていく、この下がタイミング、拍のタイミングっていう取り方をすると思います。でも僕もだいたいそんな感じで取ってきてたんですね。でもある時に黒人のシンガーの方が歌ってるその姿をすごく間近でこの見る機会があったんです。ステージの袖から僕はその歌を聴き、そして見ていました。そしたらものすごく自分でハッとしたことがあったんですね。それはリズムの取り方が全く違うじゃないかということでした。どう違うのかというと、その人はこう取るんではなくてこう取ってました。タイミングが上が1,2,3,4 という取り方、僕は1,2,3,4、その人は1,2,3,4でした。さあこれで何かが違うのかというと、ご自分でやってみられると分かるんですが、全く音楽の感覚が違ってきます。そういえばオーケストラの指揮っていうものをご覧になって、こうやって位置ってこう取ってないように見えませんか。みんなここで位置って取ってるような、1,2,3,4 1,2,3,4って取ってない感じしますよね。で僕はまあ何年も前だとなんか変だなとか思ってたんですね。実は僕中学校時代にブラスバンドをやってまして、3年生の時はこう指揮なんかもやってたんですね。そしてこうなんていうんですか、全校生徒が集まる朝礼みたいなのあるじゃないですか。ああいう時も校歌を歌う時に前の段に立ってこうやって指揮をしてたりしてたんですが、その時も指揮は全部こうやって下にちゃんちゃんと取ってました。それから長いことずっとちゃんちゃんと取ってますし、今でもまあ自分で一番身についちゃってるのはこのちゃんちゃんという取り方だなと思うんですが、でもこの取り方っていうのは何て言うんですかね、この音楽のこの彩りが少ないんですよね。まあ言ってみるとスコップで穴掘ってるようなこう取り方っていうんですかね、なんかこう地面をガンガン叩いてるみたいな、まあよくリズムの取り方でその人が住んでいる、その育っている文化がわかるっていうんですが、日本文化だと農耕民族なのでこう取る、まあ太鼓屋なんかを見ても当たった瞬間でやっぱり取ってるっていう感じありますよね。で騎馬民族で馬に乗ってる人たちだとみんな上で取る、このパッカパッカパッカパッパッカパッカってカンって上がった時は上ですよね。パッカ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 、この取り方の違いがある。それから海洋民族ですとこのパッカの上に波の横揺れが加わるっていう、こうなんかレゲエっぽくないですか。チャガツクチャースクンジャガツクチャーズンチャーツクチャーチャガツクチャーみたいな、さっきの騎馬民族パッカ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 ガパッカ、このなんかこのヘイ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 っていう感じ。そして僕らはこれなんでしょうかね。そういうリズムの取り方の違いがあるんですよね。でここの取り方で音楽って相当変わるんですよ。で日本人ってすごい真面目だから、上でこう言ってジャストタイミング分かんないじゃないかと思うじゃないですか。でもジャストタイミングっていうのは何なんだっていう話もあるんですよね。こうなんかこう例えばダーツならダーツで真ん中にバーンと当てたみたいな、そういうものが音楽のタイミングということではない可能性があるし、おそらくないんですよね。人間が何人かでやってる場合、あるいは一人であってもそんなに人間ってジャストタイミングで動く機械じゃないので、必ず何かはずれてるはずなんです。ですから
この上で撮ってジャストタイミングが撮れないって思う人たちは、その音楽の中でこの動いている音楽が苦手かもしれないです。このちゃんとした音楽の方がいいっていうか、その方が落ち着くみたいな、まあ多分僕にもそういう面があるんだと思います。まあ今回このリズムの取り方について考えてみてるわけですけども、自分も時々こう思い出しながらこう上に撮っていく。でもなんかこんな岩渕誠さんってなんか変な感じがしなくもないですよね。まあこれから自分がどんな、リズムを取る人になっていくか分かりませんけれども、ぜひそのリズムの取り方にはいろんな形があるし、取り方があるんだっていうことを、一緒に考えて、そして思い巡らせていただけたら楽しいなと思います。なんちゃら研究会いかがだったでしょうか。またお会いしましょう。さよなら。